お、マスターキー？そんなん使ってんの見たことないけど。そう、初めて使うスキンが出てくるということは、あれですよあれ、スキンの色縛りですよ。ああ、この前パート118でもやったやつだな。スキンをランダムにして、出たスキンと同じレア度のアイテムしか使えない縛りプレイだぜ。そう、実はこのチャレンジ、まだ成功してないんですよね。前回アイスキングちゃんがいいとこまで行ってくれたんだけど、気になる方はパート118をチェックしてくれなんだぜ。ということで今回こそはビクロイとローとリベンジに燃えているところです。初手折りは、レイジーラグーンの浜辺、敵が少なく、自販機がある場合もあり、宝箱も結構ある場所ですね。それと、今回のルールとしては、回復も色で縛らないといけないが、ココナッツやバナナなどの食べ物はありなんだぜ。さて、出てこいエピックの武器。もう縛りやめていいっすか？いやダメだろ。いやおかしいでしょ。なんで縛り始めた途端に初手ブーム棒なのよ。まあ、そういうのが世の常だぜ。何悟ったこと言ってんのよ。っていうか見てよこれ、ハンドキャノン2丁に裂け目って、ココナッツやキノコでシールドはまあまあつけたけど、せめて別の種類の武器にしてほしかったわ。これ2丁拳銃みたいに使っちゃダメ？そうやってすぐずるいこと考える。さて、ここにたくさんキノコ生えてるわね。でもなんか敵の気配がしてる。うおお、反射で戦え。あ、ダメだ、全然当たんないや。残念、終わったな、霊夢。いや、まだだ、私にはとっておきのエピックアイテム。ポータブル裂け目があるのだからね。ああ、またインベントリが寂しくなったな。数少ない紫アイテムが。さて、ここはお気に入りのスケートリンクに降りるわよ。ここには、焚き火が2つもあるんだからね。うまくいけば体力はマックスにできるかもな。もう一つの焚き火のとこに来てみたら、なんかボーラーが来てたよ。こいつ、さてはさっき襲ってきた敵だな。裂け目で逃げたから、ボーラー渡しちゃったもんな。降りてきた、今度こそリベンジだ。しかしなかなか当たらない。一発当たった。おやー。お、なんとか勝てたな。若干判定が怪しかったが。あ、エピックのタクティカルアサルト。やったー、武器が増えた。そしてこの焚き火で回復。メディキットも落ちてたが使っちゃダメだからな。お、そこに紫アイテムがたくさん。あの人を倒せばゲットできる。あ、レイム悪かったけど白ダメージ、ワンチャンあるぞこれ。っていうかレイム、マップの焚き火はいいけど、アイテムの焚き火はダメだからな。ちょっと待って、捨ててる余裕はない。大丈夫、使わないからさ。まずは目の前の敵を倒して、ヘビ砂とか手に入れば勝てるかも。レイム、皮肉なことにエピックのサプ砂に打ち抜かれる。お、ボレーガールちゃん、やる気あるわね。ボレーガールはパート102で、青アイテム縛りに挑戦したことあるもんな。その時は6位で終わっちゃったから、リベンジしに来たのね。それにしてもレアのスキンはボレーガールとラグーナの2つしか持ってないのにな。うん、ラッキーだね。青アイテム縛りは勝てる確率高そうな気がする。今の環境だと使える武器がかなり多いし、なんならタクショやドラムガンは最高レア度が青だからね。確かに、普通に最後まで使う人もいそうだよな。レジェンドとかになっちゃうと、まず見つけるのが大変だし、何より回復がきついからね。青だとデカポと焚き火が使えるから、シールドと体力はしっかり回復できるもんな。さて、またさっきのとこに降りるんだけど、ボレーガールちゃんなら青の自販機を見つけれちゃうんだな、これが。自販機は3つから選べるからいいよな。宝箱も3つあるみたいだし、ラッキーだな。さてと、スコープ付きアサルトに、グライダーか。迷うけどここはグライダー。グライダーはある意味、最強の青アイテムだからね。ま、確かにそうかもな。ビクロイ取った人の編成率めっちゃ高そうだよな。さあ、宝箱を一気に開けるわよ。お、二丁拳銃にブギーボム、インパルスグレネードね。やっぱり、青は紫より揃えやすいな。これは幸先いいかもしれないわ。あとはデカポをどれだけ確保できるかね。ココナッツもいっぱい食べて、シールドつけとくんだぜ。いや、は？何？私縛りしたら絶対ブーム棒出る呪いでもかかってんの？本来出現率かなり低いはずだけどな。てかレジェンドスキンならよかったのに。そういう時に限っては出ないんだろうな多分。あ、でも、デカポ落ちてたわデカポ。ちょっと機嫌良くなったわ。この場所は、結構建材も手に入るし、なかなかいいよな。うん、結構頻繁に来てる気がするわ。あ、ラマさんだ。ラマさーん、助けてー。あ、霊夢ちゃん、なになに、青アイテム縛りだって？そうなのよ、とにかく青いのを頼むよ。よしわかった、青いのだね。頑張って中身をできるだけ青くできるように踏ん張っ。お、ありがとう、焚き火はナイス。ただ欲を言えば、インパルスグレネードじゃなくデカポが良かったかな。でも、こういう縛りプレイとか、ピンチの時はいつもラマさんが助けてくれるんだぜ。
お、あれはデカボカ？と思って、近づいてみたらインパルスグレネードでちょっとがっかりするやつ。めちゃくちゃ多くないですか？てかさっきからインパルスグレネードばっかり出るんだけど、本当にレアなのかこれ？まあまあ、もしかしたら最後役に立つかもしれないから、9個は持っとこうぜ。スカイプラットフォームに敵のお残しが、ここはコンバットショットガン。よし、これはでかいぞ。ストームに入っちゃったけど、ショットガン手に入ったな。うわぁ、早く出なきゃ。まあまだストームのダメージはそこまで大きくないから大丈夫だぜ。てか近くに敵がいる方がやばい。一旦遠くまで逃げるわよ。さあ、0キルだけど残り4人ですね。とこんなところに青アサルトが捨てられてる。ここは二丁拳銃と交換かな。アサルトとショットガン、これだけあればなんとかなりそうな気もするな。って、あそこにも青武器落ちてんじゃん。なんだろう。そーっと近づいてみよう。これは多分あれだな。タクティカルアサルトだ。これまたどっちにするか悩ましいわね。おい、早く決めないと、ストームギリギリなんだから。よ。よし、タクティカルアサルトの方持っていこう。なんかあれだな。ウィックズバウンティの最初に持ってる武器と同じだな。あ、ほんとだ。さて、あそこの下にデカボが落ちてるけど。ダメだ、敵いるから遠回りしていくわよ。おい、気をつけて登るんだぜ。うわあ、やばい、ストーム入った。勢い余っちまったな。さっきと比べてストームのダメージもきついぜ。く。そう。55まで減ってしまった。でもさっきラマさんにもらった焚き火があるから、それで一応マックスまで回復できるわ。さて、気づいたらもう残りの敵は二人だぜ。まずは先に見つけないとね。あ、あそこに一人いるじゃん。建築のところに着地したな。ジャンクパッドで飛ぼうとしているのかな。私には気づいてないのかしら。とりあえずここの丘の上を取っとくわよ。もうボーラーなくなっちゃってもいいや。まずは回復最優先で行くわよ。ここでラマさんにもらった焚き火、敵に襲われない限り順調に回復できそうだな。あ、グライダーの音が聞こえる。いた、あそこに二人ともいるわ。よし、今こそタクティカルアサルトで攻撃。お、一人のシールド割れたな。しかも私が攻撃した方が勝負に勝ったみたい。これは勝てるかもしれないぞ。でも、この距離だとダメージは低めだな。アンチも向こう側だし、移動しないと。うわ、ほんとだ。結構遠いな。やっぱボーラー乗りたい。あ、でも、もう転がってっちゃったか。建築で近づくしかないな。どうせすぐ壊されるだろうけど、高くに登っとくわ。よし、それじゃあここでインパルスグレネードの出番よ。これで相手をストーム外に吹っ飛ばしてやる。さあ、インパルスグレネードは活躍できるのか。しかし霊夢のコントロールの悪さでは、全然効果がない模様。く。そう。まだ諦めないわよ。上手い人ならこれでキル取れたりするんだろうし。おらよっと。ああ。建築された。霊夢かめっちゃトラップ設置してくんなあの人。よし、一旦下に落としたわ。今度こそ。あ、ダメだ、全然効果ない。当たっても吹っ飛ぶ方向が合ってないと意味ないしな。く。インパルスグレネードやっぱり難しいわ。でもここで、最強のアイテム、グライダー展開、砂漠のオアシスに着地。とりあえず武器リロードして、ここからは建築で頑張るしかなさそうだな。よし、しっかり横をガードしながら建築するわよ。おっと、しかしここでミス。霊夢選手もたついてしまった。ちょ。ダメだ。シンプルに下手だ。お前最近練習あんましてないだろ。き。聞く。なぜバレたんだ。ミスが多いからだよ。さてここの上の奪い合い、これはドローといったところでしょうか。一旦グライダーで移動するわ。あんなに建築したのに、また建築し直さないとな。よし、今度こそは確実に上を取るわよ。相手も建築しているようだが、霊夢の方が先だったな。よし、落ち着いて高所有利を保てば勝てるはずよ。まあ遠距離強い武器あんまり持ってないけどな。ま、そうなんだよね。いつもの癖で天空やっちゃってるけど、意味あるかどうか。建材ももうすぐなくなっちゃいそうだし、そろそろ仕掛けた方がいいかもな。そうね。石材もなくなっちゃったわ。上から相手さんの位置を確認。あわよくばインパルスグレネードで。あ、下から撃ってきた。よし、屋根の上に乗れれば有利。しかしバンバンショットガンを撃ってきている。そう。やられてたまるか。やったー。初成功。お、よかったな霊夢。まあ最後の1キルしかしてないから、ちょっとあれだけどな。ゼロキル優勝のトップと似た感じになっちゃったわね。それにしても最後ショットガン撃たれた時焦ったわ。相手が作所だったからよかったな。根所だったらやばかったかも。はい、というわけで一応スキンの色縛り成功しました。やっぱり、ボーラーとグライダーが偉大ってことがわかったぜ。それじゃあ、今日はこの辺で失礼します。また別の動画でな。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。グサをゆっくり、のコードを入力して、ぜひ、クリエイターサポートをお願いします。こちらには、この動画を見てくれた皆さんに、おすすめの動画のリンクを貼ってるぜ。ぜひチェックしてみてくれなんだぜ。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、
どうぞよろしくお願いします。それじゃあ、また次の動画も見に来てくれよな。まったねー。